はい、流進法でございます。最近ですね、また YouTube の方をね再開してしばらく経つわけなんですけれども、若干ですね、若干視聴してくれる方が戻ってきてて、そんなにね、まあものすごい大きな数字っていうわけではないんですけれども、まあ昔のね、再生数に少しだけね戻ってきてるんですね。で、すごい僕ね、これに関して感謝をしてるんですよ。だからリスナーのね、聞いてくださっている皆さんに本当お礼を言いたいっていう回なんですね、今回ね。ありがとうございます、本当に。昔ね、FM 流進堂やってた時のすごい初期の話になるんですけど、その僕がね FM 流進堂を始めた時にですね、まあ、こういうおしゃべりの音声データをですねインターネット上にこう流しておいてっていう形で、で聞いてもらう、要はその音声ファイルを再生してもらうことで聞いてもらうっていう形式で最初 FM 流進堂を始めてて、自分のホームページ持ってたんですね、その当時は。でその自分のホームページに音声のデータをアップロードしてっていう形でやってたんですね。でそれで途中からね YouTube の方に移ったというかね、FM 流進堂 YouTube 版っていうのを始めて、それからずっと今までねその状態で続いてるんですけれども、最初はねホームページに来てくれる人の数はある程度分かってたんですね。カウンター、なんてアクセスカウンターっていうのを置いて、踏んでくれた人が、見てくれた人がそのアクセスカウンター回るので、何人ぐらい見に来てくれるかっていうのが分かったんですけども、ただね、一個一個のその FM 流進堂で上げている音声についてどれぐらい聞かれてるか、FM 流進堂がどれぐらい聞かれてるのか、何人ぐらいに聞かれてるのかっていうのが全くわからない状態のままやってたんですね。まあ要するに話して僕からすると聞いてもらってるのか聞いてもらっていないのかが全くわからない状態でやってたんですよ。まあよくその状態でやるなって思うんですけども、まあその当時はねデジオ仲間がいて、まあお互いに聞きっこをするので、まあこの時のエピソードわかるわとかね、まあそういうその人リスナーさんと直接ねこうおしゃべりしたりやり取りしたりっていうのがあったんで、まあもう聞くのが当たり前、まあ、友達がやっているのを聞くのが当たり前で聞いてもらうのが当たり前みたいな感じで、すごい小さいコミュニティの中でねやってたと思うんですよ、その当時は。まあだから YouTubeなんかとだいぶそのコミュニティが違うなと思うのが、まあもう数人単位で聞いてもらえればいいみたいな、そういう感じ。もちろんね誰が聞いてもいいので、誰が聞いてるかもわからないし、もしかしたらものすごいね何百人とかね何千人も聞いている可能性だってあるわけですけれどもね。ただまあそういう文化だったんですよ、そのデジオ仲間やっている人たち同士の中で聞き合って感想を述べてみたいなね、そういうところがあったので、今 YouTube でね
あの FM 粒子の名前が変わって粒子法になりましたけれども、その今粒子法やってて、まあ、あの最初から最後まで全員聞いてくれてるかどうかはね、分からないけれども、まあ、少なくともね、あの一個一個のエピソードに対して何人ぐらいね、何人アクセスしてくれてるかっていう数字は分かるわけですよ。その一個一個のエピソードに対する視聴数は分かるわけですよね。で最近だとね、あの復活して、まあもう僕の中では数人とかね、十数人聞いてくれてるだけでも、まあ結構おってなるんですよ。あのおっていうか、そのなんていうのかな、あのそこの数に満足しているっていうよりは、あ、こんなに聞いてくれてありがとうみたいなね感じなんですよね。だって例えば十数人聞くっていう、聞いてくれるっていう状態を現実に置き換えて聞いて、あの考えてみるとね、どっかその小さい小部屋を借りて、僕がお話しします。でそこに十何人来てくれるっていうことなんでね、やっぱこれはものすごいありがたいことだなっていうふうに思うんですよ。でまあ小部屋借りた場合だったらね、もう30人40人来てもらったらもう満室みたいな感じになるじゃないですか。だからそういう感じなので、例えばね、あの最近の動画で言うと80ビュー超えた動画なんかもあって、80ビュー超えたらもう僕の中ではかなりびっくりで、え、こんなただ喋ってるだけなのに80人も聞いてくれてるんだみたいなね、そんな感じで、なんかだからまあ数が全てではないんですけどね、もちろん数が全てではないんですけれども、やっぱりその聞いてくださっている方へのね感謝っていうのはね、やっぱすごいありますね本当に。だってもう YouTube ってもう始まって10年以上ね経つ、15年以上はね経つサービスだと思うんですけど、もう本当にね YouTube のチャンネルを持っててね、動画を上げている人、まあ一個のその動画表現っていうものをしている人ってもうきら星のごとくねいるわけじゃないですか。その中で粒子法にたどり着いて聞く人ってね、聞いてくれる人っていうのはもうすごいこと、すごい人だなと思うんですよね。どうやってたどり着いてんのかなみたいなねいう感じで思うんですよ。まあもちろんね、こうやって喋ってる以外の動画も過去にはありましたけれども、いろんな場所に行ったりねチャレンジしたりするような動画も中にはありましたけれども、まあそのこうやってね、まあ本当にただ喋ってるだけなんで、こうただ喋ってるだけのね、ラジオ、ラジオだからねただ喋ってるだけでいいんですけど、まあその別にラジオっぽくもないじゃないですか。なんかこう別に誰かのお便りを読むわけでもなくね、うん、まあ最近ちょっとそのお便りも来ないので読み上げられる人もいないんですけどもねまあそんな中で細々とやっている中でね、本当にこうやって皆さんに聞いてもらえていて本当に感謝していますっていう話です。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。